皆さんこんこにちは私のチャンネルへようこそ。登録者数153万人の YouTube チャンネル「チーリオチャンネル」で人気を博しているリオナちゃん7の母が1日までに公式インスタグラムを更新。リオナちゃんの手術後の変化について報告した。写真あり、困難な手術乗り越え、退院し元気に万歳するリオナちゃん。 先天性の骨系統疾患、疑いにより低身長というハンディキャップを抱えているリオナちゃん。過去の手術の影響で下半身が麻痺しており、日々リハビリに励んでいるが、7月、インスタグラムで2年前の手術で入れた金属が2本とも折れてしまっていることが分かりましたと報告された。そして8月に入院し、手術を行うことに。危険がが伴う手術だったが 無事に成功し、経過も良好だと伝えられていた。リオナちゃんの母は8月31日、退院から1週間が経ちました、すっかり元気になって、夏休み最後の1週間をゆっくり満喫していますと報告。リオナの場合は2回目の手術、前回入れた金属の入れ替え、だったことや、他にも特殊な事情のある子なのですが、側腕症のお子さんを持つ親御さんや当事者の方から。 手術を迷っているという相談をよくいただくので、誰かの参考になればとつづり、術後に起きた体の変化を3つ紹介した。まず手術後の変化ですが、なんといっても背中がまっすぐになりました。座った時の安定性も増して、背中がシャキーンとまっすぐになりました、もちろん金属が折れていた時の痛みもなくなりました、という。ちなみに1回目も2回目も、入れた金属のカーブに変わりはないはずなんですが。 1>, 1回目の手術よりなんとなくまっすぐになった気がします。そして前はもっと肩に頭が埋もれていたのが、心なしか首も伸びて見えるような。背中が伸びたおかげでそう見えるのかもしれません、とも。そして2つ目は、背中がまっすぐになってお腹が圧迫されなくなったためか、食べられる量が増えましたと食事量にも変化が。本人はこれを一番喜んでいて 前までは食べたくても少ししか入らなかったのに量が増えてると感激しています。呼吸も楽になったのか、前よりも深く息が吸えている感じもあります、と喜んだ。またそして3つ目は、これは手術のおかげかよくわからないのですが、術後から汗をかける範囲が増えましたと明かした。娘は胸から下の運動と感覚が麻痺しているのですが、それ以外に汗もほとんどかくことができません。 左の頭からだけ大量に汗をかいてあとは左の胸から上に少しだけ発汗できるくらいですそれが術後から左の腰から上にしっかり汗をかくようになったのと右の胸辺りも一部しっとりするようになりましたこれがなぜなのかは謎ですが私にとってはめちゃめちゃ嬉しい変化ですと伝えたリオナちゃんの母はいろんな変化があって 手術を受けて良かったと思っていますし綺麗に手術してくれた先生たちに感謝していますちなみに今回は初回の手術に比べると時間も短く4時間くらいで済み熱や痛みも1週間くらいで引きましたと順調に手術を終えたことを知るしリハビリや学校も少しずつ前と同じに戻していくつもりですと今後の生活を見通したどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう